回の企画、ギャンブルサバイバル、やったー。よし、完璧完璧、大本線刺され、刺せ刺せ、よし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 、突っ張んなよ、突っ張らないで、よし、行った、逃げた。おはようございます。おはようございます。ということで、今回は久々にキッシーの持ち込み企画っていう風に聞いてるんですけど、いやマジキッシーの持ち込み企画ってマジでろくなこと起こんないんで、安心してください、まともな企画です。まともな企画、どっからがまとも。じゃあちょっと聞いてみようか。今回の企画はギャンブルの勝ち額だけで3日間過ごしてもらいます。題してギャンブルサバイバル、やったー。全然まともじゃないだろう。ちょっとじゃあルール聞いてみましょうか。はい、今回のルールなんですけど、まずギャンブルの勝ち額だけで3日間生活していただきます。つまりプラスになった額ってことね。そうです。じゃあそういうことか。だからいつもだったら軍資金、例えばじゃあ5万円ぐらい渡されて、その中で全てをやりくりっていうところなんだけど、今回は勝った額しか使えないってこと。そうです。それやばいね。じゃあそれ負けたらどうすんだよ。まあまあまあ、まず続きのルールなんで、まずは聞いていきましょう。そんないきなりね。いいよ。軍資金は毎朝ルーレットで支給されます。なるほど、毎朝支給されるんだ。で、支給される金額は1万か2万か3万円です。ちょっと待って、少ないな。まあいいや、ちょっと聞いてみようか。はい。で、ルール3、今回のギャンブルなんですけど、ボートレースだけじゃないです。殺しに来てるやん、それ。それさ、今回用意するのは3つありまして、ボートレース、競輪、競馬、この3つからプレイしてもらいます。なるほど。で、なおかつこの3つをこの3日間の間に全てプレイしなければいけません。必ず3日間のうち全てのギャンブルをプレイする。なおかつ現地でお願いします。現地まで行くんだ。はい。ちょっと1個質問していい？はい。3日間のうちに8回勝負したとするじゃん、6回ボートで、はい、競馬、競輪でもいいんだよね。もちろんす。なるほど。はい。ルール4、これが一番大事です。うん。生活できなくなったら即企画終了です。なるほど、さっきの質問の答えが出てきたね。つまり今日負けたら企画終了ってことなんだよ。それ。はい。それえぐいよ。ぶっちゃけマイハウスに帰ってくれば宿泊費ってかかんないよね。食費と電車賃だけやりくりすればいいってことなんですけど、うん、それだと甘いんで、自宅帰ってくるときは、5000円もらいます。は？勝ち額から5000円払わないと家に帰れないってこと？はい。4000円しか勝ちなかったらどうすんのこれ。その場合は漫画喫茶とかあるじゃないですか、泊まれるところは。いやきついな、ゴアラマットレスで寝ないと疲れ取れないよ。まずいよこれ。ルールはある程度了解した。とりあえずやってみようか。軍資金をじゃあまず支給してもらおうか。はい、じゃあやらせなしノーカットいくよ。はい。赤が3万、オレンジが2万、黄色が1万。はい、出たね。言わないで。あぶね、1万円は回避した。お前1万円だったら死んでたよマジで。これもう家出たらスタートでしょ。はい。水買うのも金かかるわけじゃん。はい。俺が水1日いくら飲むか知ってるでしょ。4リットルでしょ。うん、今のうちにガブ飲みしといていい。で、あともう一つ、はい、競馬場の特徴とか競輪場の特徴とか俺調べないと戦える気がしないから、1時間だけ時間もらうわ。ちょっと家で調べさせてもらいます。はい。じゃあ出発の前でちょっと補給しとくわ。大事だからね。早速行きますか、サバイバル。ちなみに最初どこ行くんですか？最初はボート。ボートレース。うん。ちょ、もう一個だけ質問しといていい？はい。今日例えばじゃあ 5万買ったとするじゃん、持ち越せるもんね、プラス軍資金だよね。もちろんっす。あ、ってことはやっぱ最初ボートで稼いどいた方が後々楽になると思うんで、ちょっと一発目はボートレース行くわ。じゃあ一発目ボートレースということでやってみました。何この暑さ、死ぬんだけど。なんでこういう日に限って猛暑なの？これここ最近で一番暑くない？やべえっす。やべえよこれマジで。32度表示されちゃってるから、行き道だけで汗めっちゃかいてさ。
もう水飲みたいけど、まずちょっと俺の今日のプラン言っていい？はい。まずボートレース平和島で勝ちまして、水分補給した上で、川崎競馬ナイターに勝ち込みます。なるほど。イモリながらでかいのを狙うこのボートレースでまず今日の勝ち確定させるわ。保険見て、保険あるかな劇場が裏のグレードかけれるっていう面も加味して俺ここに来てるからOK? 了解っす。うん、じゃあ勝ち込んでいきます。平和島でまずは本庄の方に行きます。ありがてえ、このためにあったのかこれああ、うめえ復活した。じゃあ8です。これちょっとオッズ割れてるんで、高いとこハマったら勝ち確決めれる可能性あるんで入れます。でまず展示見てほしいんですけど、2号艇がピット離れで遅れてるから 134-562、まあ、付け直すこともなかったんでこの進入になったんですよ。本番出れば枠なりっていうのもあると思うんですけど、まあ、一応展示の進入をまで想定で、これちょっとおもろいのが B2 で全く出てない菊池選手、展示タイム全く出てないんで大穴扱いになってるんですけども、仮に3コースになった場合、ボーグロのこれデータ抜いといてほしいんですけど、3コースの直径1年間のコース別平均コンマ 101.4 番手速くて、一般戦限定の3コースのデータだと14走して3着内率が 50% あるんですよ。なので3コースになれば十分絡む確率はあるっていうところと、展示通りの2コースになった場合は、今日実は2コースこの選手走ってるんですけど、トップスタートから3コースの付け前にはまって1マークで完全に引き波乗ってるんですよ。あれ出足なかったら 100% 交代するんですけど、そっからしっかり押して2マークさばいて3着っていうレースをしてたんで、今日のまず家に帰る、これだけは俺確定させたい。じゃあちょっと買ってくるわ。よし、さっきの説明通り3号艇を軸に、これ本戦平本選手相手がさすがに本戦、抑えは4と5イン逃げからですね。でインが崩れた場合は5、6頭になると思うんですけども、ここは相手軸1と3を重視、オッズが割れてる分どこが来ても配当つくんで、強勝ちは結構決めれるかなっていうところですね。まずこれも離れからかなり重要なんでいや頼む、まずは家に帰ってコアラマットで寝る、その普通の生活をさせてくれさあこの離れで俺の寝床決まるようなもんだからな、頼むぞマジで。いや出たね、枠なりだ、展示通りのが良かったな、枠なったね。まあ、たださっき説明したように3コースの3着内率も高いんで、もう逃げれば残してくれると信じたい。大丈夫、2号艇の選手のスタートもめっちゃ遅いんで、もう握って残すだけないよなマジで頼む。よし起こしはいいぞ、いや完璧だわ、2遅れてるわ、完璧、これはいいだろう、これで残せなかったら大問題だぞ。残せ、よし完璧完璧、大本線残して、平本突っ込んでこないでくれ、寝床かかってんだよ頼む、待ってさして、いやー待って、邪魔されるか、接触した、いや残ってる、接触事故、いやーこれまずいか、どうする、いやー刺し刺し刺せ刺せ、いやー2のが出てるか、いや届け、届いてる、よしよしよし、張っていけ張っていけ張っていけ、いやーまずい、絞られた、いやーダメだこれ2だ、もうなんでそうなんのよ、なんでそれ残せないのよ、いや完璧な1マーク体型だったのに、ち
なみに一応現地で実践するっていうさのは1個クリアしてるじゃん。はい、これ別の銃買ってもいいですか。いいですよ。いい、はい、次ちょっと天の12で勝負するわ。わかりました。はい、じゃあ城を移動して天の12これで勝負します。変える理由なんですけど、こっちに関してはしっかりモーターも調べてて研究しちゃったんで理解している天ヶ崎で勝負したいと思います。いきなり企画発表されてるんで平和島の船全然調べてないからっていうところで天の12で勝負していきたいと思うんですけど、これ前付けあるんでちょっとまず展示から見ていきたいと思います。まあ西島選手無難に2コースで止まると思うんですけど、はい、無理にインは取り行かないね。いや西島さんはさやっぱインコースゴリゴリ行くからさ、そこだけを一応確認したかった。132-456だね。まず注目ポイントとしてはインの馬場選手、モーターが良くなくて船足が中堅クラスなんですよ。進入が変わるっていうところで少しだけインも深くなるってなればちょっと波乱の可能性もあると思ってるんですよ。でモーターがいいのが唯一の B 級選手2号艇の佐竹選手なんですけど、これの出足がめちゃくちゃいい。で昨日5コースから3着に来たレース見てほしいんですけど、まあ、4が絞っていって4号艇の池永選手が絞っていって展開向いてるんですけど、1マークでめちゃくちゃターンかかって引き波越えて、中澤選手よりグッと前に押す気配があったんですよ。中澤選手の船足もいい部類だったということを考えれば上位あるのは間違いないんで、オッズ的には美味しいというところを考えれば狙ってもいいんじゃないかなと思ってるんで、ちょっと直前のオッズと相談してどこを買うか決めたいと思います。はい、ということでさっき伝えた2号艇の佐竹選手、唯一の B 級ですけどめちゃくちゃ落ち着いてるんで思い切りました。21の四五郎に四五郎前を資金配分、追加購入は2四五郎の14。ちなみに申し訳ないけど来ちゃったらあのサバイバルじゃなくなるぐらい回収しちゃうけど、それぐらい熱いレースだと思ってるんでこれでいきたいと思います。この出足なら大丈夫、あとはおてての部分カバーできるか。ボートレス甲子園っていう改正なんですよこれ。だから県ごとの代表が出てきてるんだけど、層が薄かったからこそ出れた選手なんですよ佐竹選手っていうのは。西島選手フライング持ってるからこれちょっと熱いぞ。いや頼む、西島ちょっと遅れないか。いや待て、慣れない参加とでスタートいけるか。いや行ってるね、行ってる。いやいやいいよいいよいいよ、 OK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  正常。いやそれはえぐいって、そこまで窮屈なことしなくてよかったんに。いやそれはえぐいって。0台前半踏み込んじゃってるじゃんよ、せっかく3号手遅れてんのに。しゃあない、競馬場移動するか。そうっすね。いやこれまずいな、ボートで決めれんかったのはでかいよ。ちょっと競馬場移動しますわ。さあやってきました、来ちゃったね、来ましたね。次の舞台は川崎競馬です。平和島からめちゃくちゃ近かったんで、しかもナイターなんで9時までやってるんで、ただ資金はあと9100円。久々の競馬、博打の天才は競馬でも勝てるということを証明するわ。任して。了解です。はい、残りの金額9100円ってことで、まあ、とにかくルール上プラスの額を増やさない限りいい生活はできないじゃないですか。って考えたら、まあ、1万円ぐらいは勝ちたいとなった時に、
5000円と4100円ずつ2回に割ったとしたら、その5000円で回収率 600% とか必要になるんですよ。的中したのに1万しか買ってない、また明日苦しい勝負になるで、この負のループ、こういうのってギャンブラーとして行くとき行かないと無理だと思うのよ。俺1レースに絞って9100円いくわ。あ、もう全突破ってことですね。そう、覚悟決めて11レースここに行きたいと思います。ちょっと男見せるわ。まず俺の注目ジョッキーじゃ言っといていい？はい、12番三河本この足毛に乗ってる馬、この星の服着た人ですね、はい、このジョッキーがうまいのよ。とにかく基本的に中央のジョッキーと地方のジョッキーってやっぱ腕の差があるんですよ、はい、武豊とかは中央で、ただ三河本ジョッキーは中央に乗り入って穴開けるぐらいのジョッキーなんですよ。ただこの馬10ヶ月休み明けなんですよ。でその前に使われてるのが2400なんですよ。今回1600なんで超距離短縮、はい、スピードも当然違うんで、ゲート出てからついていけるかっていうのが厳しいんじゃないかな。なんならここ叩き台なんじゃないかなって思うんですよね。その本ちゃんじゃなくてここ叩いて、じゃあ次距離延長して取り行くっていう可能性はあるんだけど、三河本焙煎なんでちょっと怖いとこあるよな。なるほど。いやーむずいなこれ、こんなんで9100円張って当てれるのか俺。一応注目してるのがこの最高級連率ってやつなんですけど、この馬がどのクラスでどれだけの連打率を叩いているのかっていうのがここに書いてあるんですけど、それぞれこれが最高なんですよ。でまあ A1 っていうのが上のクラスなんで、じゃあその上のクラスで実績を残してるっていうところで注目すると1、7、12、13。でたださっき言った12番三河本焙煎は俺さすがにこれ休み明けなんで軸にできないってなったら1、7、13の中から決めるべきなんだけど、このメインレースに入る前までにちょっと研究したんですよ。さっきのレース圧倒的にね前に行ってる馬の方が有利で残ってるんですよ。1番手また2番手先行逃げの馬っていうところを狙って相手流せば、まあ、刺されたとしても2着には残るじゃんってなった時に、やっぱり13番、これ実績もあって先行馬、7番は川崎で走ったことが1回もない、1番5ヶ月半の休み明け、こいつも川崎で走ったことがない、やっぱ思んないんだけど13番の林蔵チャンネルになるんよな。誰のチャンネルか知らんけどさいやすんなりこれ人気馬から言っていいのかな。これ企画存続をかけた9000ぶち込み了解っす。いくわ。はい、じゃあさっき伝えていた13番林蔵チャンネル頭固定で馬単できました。13から相手これで40に追加購入で、これごめん時間なさすぎてオッズ見てないんですよ。だけど馬単なんで、いやそんなにひどいオッズになることはないと思います。いやマジ頼む、企画を存続させてくれ。コースタート、スタートしました。いやー痛い痛い、 OKOK 完璧じゃん。2番手取れん。いや14に生かすな、14に生かすな、まずい、14に生かした。いや4番手じゃない。いや4番手か、抜け出せるかなそこから。ただ馬群に揉まれるよりはいいか。外からかぶされたら終わるからなマジで。そこはちゃんと頼むよ。いやいい位置にはつけてるな、ほら悪くないですね。ただ前がすげえやり合ってない、これ6、8、6、8、8がない、6、14、8、14もない待ってくれいやこれ8の手応え良すぎん。いやまずい、13なんか全然ダメじゃない、馬群に揉まれてるやん。いやそっから抜け出せんの。いや前開いた、来い林蔵、林蔵、林蔵先生、よし、いや林蔵
しよっしゃある。よっしゃ行った。人造ありがとう。とりあえず生きた生きた、よし。ちなみに10でも追加購入であるんだけど、じゃあ11の方が、いや、どうだろうね、オッズ見てないんですよ俺。結局オッズで追加購入してないんで、成績で追加購入してるんですよ。だからもしかしたらこれ11が人気馬だったら、ただ馬たんでしょ、大丈夫でしょ、さすがに馬だから。今確定してると来た、お願い。うわ、1万8000勝ちだ。トータル7000勝ち。家には帰れる限り、超ギリじゃない？超ギリ、超ギリだ。まあでもいいよ、俺はこれをね、よしとするわ今日は。だってこれで企画終わってたんだから。どうしようかな。いや、これやったらもう自滅だもんな、マジで。3日間あるんですよ、3日間。まあ確かにね、今27,800円、これ払い戻します。はい、したら7800円であと100円残ってるんで7900円勝ちじゃないですか。むずい、この企画毎日勝たねえってこれダメや。明日のルーレットとギャンブルにかけるわ。了解。YouTuber なのであれば感謝するわ、チャンネル登録するわ。よし、これでなんとか。競艇場で飲んでいれ、飲んでねえんだからな、お前も。まだして、これ で飯は安く済まして牛丼あたりを行こうかなと思ってるんで。了解っす。今日家に5000円で俺帰るんで、ちょっと家で最後撮りましょうか。わかりました。はい、どうすか、何時間ぶりの水は。いや、うますぎる。もう半分なくなった。はい、家。はい、お疲れ様でした。なんとか家で寝ることができます。まず今日の収支なんだけど、投資金額19,900円、そして回収27,800円ということで7900円のプラス収支でございます。いや、最低目標は1万プラぐらいだったけど、ちょうどいいぐらいの価値額じゃない、これだって。ちょうど生きれるから。とりあえず2日目までつなげてよかったです。で、まず5000円じゃこれ支払います。はい、明日に、価値額少しやっぱ残しておきたいっていうのもあるんで、まあ、節約飯じゃないですけども、吉野家の牛丼大盛り、お持ち帰りで購入いたしました。ということでこちらを引いて2140円余ってるんで、朝飯食って、勝負を迎え入れると。で、あとはもう引き次第のね、ルーレットで。そうですね、明日もなんとか勝ちたいと思います。いや、しんさん、その前に、はい、今日残った残りの2140円から移動費、こちらも引いてもらいます。電車賃。はい、いや、俺最初にさ、ちょっと思ってたんよ、これ電車賃どうするんだろう。でもこれ電車賃はないことなんかなとか思ってたんだけど。そんなわけないじゃないですか。え、いくら？730円。あ、意外とそんなもんで済んだんだ、あんなに長距離移動したんで。そうですね、なんで明日残るお金は、1410円です。飯食えるね。はい、ミッション的には競輪、あと絶対現地に行かなきゃいけないのね。はい、了解。じゃあちょっと今日寝る前にいろいろちょっとルート考えて、明日また勝負したいと思います。ありがたみをさ感じるよね。どうですか、630円の味は。うまい。こんなうまかったっけ、牛丼。はい、おはようございます。ということで本日はサバイバルの2日目ですね。とてもいい睡眠が取れました。これがね、満喫またはスーパー銭湯で寝てるとなったら、今日のコンディションガチで変わってくるからね。今日の軍資金ルーレットやっていこうか。了解っす。じゃあルーレットの方、はい、こちらどうぞ。え、2万なくね。昨日は2万円を利用したので、残り合わせるのは1万円と3万円です。いや、消去法パターン。はい、マジかよ、安牌がねえのか。いやー、鈍い位か。じゃあ運命のルーレット回します。はい、こっからノーカットでいきます。お願いします。よし、見てる？しゃあ、これはでかいよ。
ということで、サバイバル2日目の軍資金は3万円で行かせていただきます。で、現在9時半というところで競輪場の現地に行って勝負するっていうミッションが一つ残ってるんで、競輪まず勝負して、その後にボートレースで爆勝ちを狙うっていう、まずは競輪で当たればラッキーぐらいの金額で、まず競輪勝負して2万ぐらい残しておいてボートレースにバコーンと行きたいと思います。じゃあ行こうか。了解です。ちょっと水ガブ飲みしとくわ。いや、戸田じゃないですか。大宮競輪に行く途中に戸田公園っていうのが見えまして、大宮競輪で勝負したいのが後半3本なんですよ。発送が15時12分なんで14時半ぐらいに着けば OK って考えたら、今10時半でしょ。予定変更して午前中は戸田で勝負で、そのまま大宮競輪に向かって、あとは流れに身を任せるわ。了解っす。おろし醤油ふっかけネギ盛り630円。これでギリ大宮まで行けるだけの電池じゃ残しちゃうんで、ギリギリの戦いっすいただきます。はい、ということで今戸田に到着したんですけど、戸田といえば岸、覚えてるよね。飛び企画ですか。俺が涙を飲んだ企画。当然あの時ガチ研究したんで、頭の中にモーター叩き込まれてるんですよ。ということで、その時の経験を生かして今日は戸田で回収して大宮に行くという流れを作りたいんですけど、一発目の勝負4レースここで行こうかなと思っていて、理由がまず1号艇の藤田辰弘選手、輪勝率直近1年間 36% めちゃくちゃ低いので、まあ、オッズが割れそうっていうところと、モーター注目なのが5号艇の候補選手の36号機、 G1 時の平尾選手が使っているエースモーターでめちゃくちゃ伸びてたんで、これの仕掛けがあれば波乱狙えるんじゃないかということで、まずはこの4レース勝負していきたいと思います。はい、ということで入りました。ごめん、自信しかない。これマジで戸田寄ってよかったと思うことになると思います。はい、っていうのも軸にした選手2号艇の古賀選手、こっから来ました。理由がまず1号艇の藤田選手、輪勝率 36% ってさっき伝えたんですけど、刺され率がめちゃくちゃ高い選手で、直近1年間で2コースに6回刺されてるんですよ。なのにもかかわらず古賀選手ニア玉フルマンシューなんですよ。で、古賀選手のこのモーターは G1 の時に篠崎仁選手が使って上位級に出して優秀してるモーターなんで、モーターもいいってなればこのオーツで買える理由がわからないんで、2、イゴロ、イサゴロ、これさっき伝えた通り5号艇エースモーターの絞りがあると思っているので、2、1と攻める5と展開つく6、2着につけてます。4は切ってます。で、エースモーターがまくり切っちゃったパターンは、これも売れていない2号艇を軸に5、2、イサロと5、1、6の2を資金配分。普段ならこれだけでいいんですけど、イン逃げも2点だけ抑えました。1、2、5、5、2、これイン逃げなんだけど50倍以上ついてるんで穴なんですよ。超自信あるんでこれで回収したいと思います。お願いします。なんでいきなり敬礼？いや、自信ありすぎるんだもん。俺自信ある時に敬礼出す癖あるからさ。初めて見たんやけど俺撮影してきてさ。はい、あと2分あるんでちょっと精神統一します。さあ頼むぜ。エースモーター絞ってもいいし、絞りがなくても2の差し。2号艇スタートバッチリ行こう。いやー、ドカ遅れしてるわ、それはえぐい。いやー、なんでそんな遅れちゃうのよ、それはえぐいわ。いやー、なんでそんな遅れちゃう、無理だそれは。しかも3頭だという、そっちの穴か、そっちの穴。いや、3頭だわ。だからターン外したけど、2がスタート遅れたから3が差しちゃったパターンだ。ただ3頭を買うのは全く考えてなかったね。参った、クソ自信あったんに。切り替えてあと1本ボートで勝負します。
はい、ということでそろそろ大宮に行かないと間に合わないんで、ちょっと戸田の勝負はここで終了にして大宮競輪でいきたいと思います。だからもう昨日と同じですね、ボートで結局何してんだ俺あ、なんかボート下手くそになりました。ボートが下手なんかな俺っていうのは冗談なんですけど、めちゃくちゃ上手いの分かってるんでということで今日もビギナーズラック決めるしかないでしょ。そうですね、うん、ちょっと切り替えて競輪行きたいと思います。来たね、来ましたね競輪場。なんかさ今無料バスでずっと眺め見ながら来てたんだけどさ、公園とかプールとかさ、なんかのどかな感じで田舎でさ、おばあちゃん家帰ってきたみたいなさ感覚になってすげえ気持ちリフレッシュしてるんだけどなんか空気もいいよな結構。ちょっとなんかやる気するわ。入っていきますか。了解です。今回俺ちょっと昨日みたいに全額突っ張じゃなくて分けるわ。まあ、理由が、はい、僕3連単で買うんですけど、結構穴ハイと仕留めれる自信があるんで、最近俺プライベートでもたまにやってるんですよ。結構ね穴の3連単仕留めてるんですよプライベートで。ってなったらこの2本どっちか仕留めれば十分プラス益に持っていけるじゃないですか。むしろ明日も余裕があるっていう状況。そうですね、明日の軍資金でも1枚確定してたもんなって。はい、ってなったら勝ちが増やさないと明日戦えないじゃないですか。明日俺ボートレースもガチ突っ張ろうと思ってるんで、2万は絶対プラス欲しいんで、ちょっと先パー狙いの穴狙いで2本いって真骨頂を見せるわ。はい、じゃあ購入しました。ビギナーズらしく自信あり、詳しいこと分かってねえからただこれね、注目選手1番、どうやらこのエビネケイタ選手、元グランプリ覇者 S 級の選手らしいんですよ。グランプリ覇者だよ、日本一になってるってことだから、それがなんで F2 開催にいるのって話なんですけど、はい、不祥事を起こしてしまったみたいで、その罰則で降級してるらしいんですよ。ってなった時に実力は絶対上位で、これラインが416のラインなんですけども、4が前で引っ張ってくれれば絶好の番手になるんで、実力もある、刺すだけっていうところで勝つでしょっていうので1の頭固定いったんですけども、はい、当然1441っていうのはもうゴリッゴリの人気なんですよ。ここを勝ってても仕方がないので、引っ張っていく4番が垂れて中穴、4着以下いっちゃった時は1252575な、これ満車っていう感じで組みました。結構いい予想だと思うんだけど、どうやら大宮って直線が競輪場の中で長いらしいので、逃げがね結構垂れやすいらしいんですよ。ってなった時に4番実力あっても垂れて3着以下っていうのは全然あると思うんで、これでしとめます。はい、頼むぞ。よし、4が前行かないでよ。いやでも突っ張ってもいいのか、どうせ取り行ったのは3番ってことは5番か、5番がストレス先頭取ったね。いや1が どっちだ、牽制してるね、5だね。ってことはやっぱ2が逃げるか、7が逃げるか、7が踏んできて逃げる感じかな。それか4が先頭に立つのが俺的に一番熱いんだよ。そうそうそう、いいよいいよ、行かせなかった、いいんじゃない。こっから4が先に仕掛ける、踏め、いや控えんの中段に踏め、いや5に生かすのはまずい、いやこれ4頭展開になっちゃうか。ただ5、3めっちゃよくない、いやまだ分かんないっす、これ4頭なっちゃうか、どうだ、いやーうわー4-3だ、落車した5番、4の方が当たった、俺3切ってるわ。そうですね、無理だ、3の穴の方か、それ切ってるわ、いやーマジか、追い込まれた。
はい、ということで現在、まあ、12レースの手前なんですけど、得点率がちょっと離れすぎててガチガチの未来しか見えないんですよね。でそのガチガチに1点勝負したとして届かないんですよっていうところで、現地で勝負するっていう条件1個満たしたんで、はい、最後俺小松島の G3 でこれ9射立てなんですよ、はい、当然オッズも狙えるってなればこっちの方が絶対穴のチャンスあると思うんですよ、はい、この小松島12、ここで行き、長いはダメがよいいっしょ、ルール上ありだもんね。まあいいっすけど、ここで変える、ちょっと変える方確かめてくるわ、うん、変えるわ、変える、 OK、 泣いても笑ってもこれが最後、了解っす。小松島12レース、ここ行きました。ちなみに今ガッチガチ決まってたんで、ここを見送ったことはでかいよということで、小松島買ったんだけど、9射立てということで波乱の要素がある。で人気のラインは715、まあ、ここが得点率的にも高いし、1番っていうのは唯一の SS 級の選手なんで、7番がもし逃げた場合は番手に構える実力最上位の松浦選手、これが差し切っての17とか1なんちゃら7っていう展開が濃厚だと思うんですよ。ここは人気なんだけども、ちょっと面白いのがこの場合まくってくる、伏兵扱いの9番松岡選手、昨日のレースを見ても結構いい足使ってたんで、7が逃げた場合は9がまくってきての1泣く泣くの2点勝負、穴展開は9番の松岡選手が逃げたパターン、結構逃げの実績もあるんで、逃げた場合はその番手に構える3番の羊俊夫選手、これが差し切っての3いなくいなくと3球のこれ超罠。でもこっちでもめちゃくちゃ落ち着いてるんで爆裂回収するし、こっちでも中穴なんですけども絞ってるんでしっかり破壊力あるって感じですね。これね結構いい買い方したと思う。あとはガチガチで決まんなければ多分取れる。これでいきます、お願いします。静止をかけたラスト勝負、一番やけにせしてるな、めちゃくちゃ見合ってる。7が、いや1が取ったね。ってことはある、これ9の逃げある。いやこれ踏んでくるぞ、9多分あるぞこれ。いや生かしたか、いやある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 、これあるあるある。ただこっから中段取り行くってことでしょ。中段取ったね、おそらく。それか3が下げる、どっちだ。いや、後方にいるもんな。後方下げたね、後方から踏むパターンだ。突っ張られたら終わる、本当に。叩き切って先頭立ったら強化点入る、マジで。よし、行ったぞ、これ踏むぞ。叩き切れるかどうかが全て。お願い、行かしてくれ、頼む。突っ張んなよ、突っ張らないで。よーし、いった、逃げた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 。待ってこれ熱い、誰も来ないよ、いいよ、しかもゆったりしてるわ。これはどうなんだ、7仕掛けてくるぞ。まだ溜めとけ、溜めとけ、足溜めろ溜めろ、大丈夫大丈夫、叩かれんなよ。9番、いやー頼む、残して、残せない、いやー無理か、3番になっちゃうか、残せんか。179で頼む、いやー1393、いや待って137 54倍ついてるわ。7の3着付けだったんだ、配当ついてなかった。179に集まれするんじゃなかった、資金がない弱さが出た。お疲れ様でした、お疲れ様でした。いやということで今回の3日間サバイバルチャレンジ2日目の夜にてできちゃいました。いや軍資金3万円あったんで一発当てて2万勝ちっていうところ狙ったんですけど、
ボート2本、競輪2本と勝負して1つも当てれず、せめてね、3日間生き抜くっていう最低目標は達成したかったんですけど、もうしゃあない、こればっかりは。またちょっと近々やりましょうか、フィッシュ。いやいやいや、シンさん、3日間生き抜くって企画なのに2日間で終わってるんですよ、これ。全然ひりつきもないし。これ言えてるね。なんで今回は罰として漫画喫茶で1日泊まってきてください。いや、それきつくない？きついのはこっちっすよ。もうせっかく企画まで考えたのにこんな簡単に潰されて。それは言えてるね、確かに。このままじゃあ家に帰ってコアラマットレスで寝たらただで寝てることになるね。そうですね。本来なら企画で5000円以上買ってっていう話なのに、企画終了、じゃあもうコアラマットレスで寝るわ、はははって、そんなんありっすか？なしだね。なんで今日は漫画喫茶で1日反省してきてください。これお腹すかすと思うんで、あのコンビニで水と食料買ってきたんで、泊まれるように2000円も渡しておきます。その代わりシンさん、あのアップルウォッチと財布ください。なんで？スイカとかクレジットカード持ってるでしょ。それ使ってなんかご飯とか食われたら罰ゲームにならないんで。鬼じゃんよ。それ回収で、こっちで。鬼やん。でもしゃあないね、これはもう自分が金なくしたのがいけないからね。はい、次会った時というか明日返してよ。明日返します、明日返します、うん、2000円足りる本当に？あ、足りなかったら呼んでください。足りなかったら呼んでください。わかった。じゃあとりあえず料金表を見て、はい、足んなかったら電話するね。了解っす。ふざけんなマジで。